だかよくわからん星で頑張ってる3人へ。私たちは5日間、飲まず食わずで頑張ってきました。あなた方からの支援が来るのを待っていました。ですが、連絡一つよこさない。もう、限界です。なので私たちは、違う世界で神になることにしました。そこにはお米もあり、酒もあり、とてもいい暮らしができそうです。気になった方は、上のアイマークから飛んでみてください。ちょっと宣伝っぽくなってしまったわね。それでは皆さんも、お元気で。レミリア・スカーレット。探索、7日目。今日は朝礼してる場合じゃねえな。そうですね。早くキャプテンを元の姿に戻してあげないと。キャプテン、気をしっかり持ってくださいね。ということで着陸態勢に入りまーす。ロロ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 ロ。気分が悪くなった方はエチケット袋をご使用くださいませー。迷いの雪原、お化け鏡を倒せ。残り食料8。お、埋まってるピクミンは無事だったぞ。安心しましたね。直ちにキャプテンの元へ向かえー。何があっても目もくらまず進めー。あいつら、朝一で助けに来てくれたのか。ブドウ、ブドウや、いきなりメイクらんでるじゃねえか。まあ生きてるか死んでるかわかんないキャプテンより食料の方が大切だよな。まあね、言いたいことはわかるけどね。キャプテンにも食べさせてあげたかったな。なんで過去形なんだよ。これから食べさせてくれればいいじゃねえか。てか助けに来てくれたんだろうが。残った岩ピク回収して、キャプテンの安否確認取れたら帰りましょう。お前もうキャプテン助からないと思ってるだろ。この瓦礫だけでも運んじゃおうぜ。大化け鏡いなくないです？今がチャンスなんじゃないです？そういえば気配がないな。もしかして、キャプテンの記憶を取り戻そうと思って、昔飼ってたトカゲの写真持ってきたのに。トカゲ飼ってたことねえよ。何の思い出もねえよ。むむむ、キャプテンの気配。やっぱり来たか。キャプテン、飼ってたトゲカちゃんです。あの頃の記憶を取り戻して。お前は一体私と誰を勘違いしてんだよ。トゲカちゃんの写真を見せてもダメか。結構な勢いで大化け鏡に侵食されてますね。お？橋が完成しましたけど、向こう側にこの状況を打開できる何かがあるっていうのか。すごい電気エネルギー反応だ。まだ伏せてない電球があったんですね。いやいやいや、お化け鏡が近寄ってくる。さっさと電球つけてお化け鏡を引きずり下ろしちゃいましょう。お前キャプテンに容赦ねえな。でもこの電球をつければキャプテンも正気に戻ってくれるかもしれない。そうですよキャプテン、トゲカちゃんのところに行くのはまだ早いです。トゲカちゃんの分までまだ行きましょう。それをトゲカちゃんも祈ってます。トゲカちゃん、トゲカちゃんって誰のペットなんだよ。お、なんかバカでかい電球がまだ残ってたみたいだぞ。あれついたらお化け鏡のわわ目がくらむ。お前がくらんでどうするんだよ。今なんかすごい衝撃があったぞ。大化け鏡が、喋った？今大化け鏡が喋りましたよ。しかも間違いなくキャプテンの声でした。いててててててて。キャプテン、キャプテンなのですね。その声はレイトニーか。あ、キャプテン、そんなお姿になられて。え？私そんなに見た目変わってないけど。そう言われればこんな見た目だったような気もします。こんなだったっけ？うわわわわ、なんか揺れてんだけど、お前らなんかした？今キャプテンをやっつけようとしてます。は？私をやっつける？痛い。あ、キャプテン息絶えた。もうさっきから落ちたり揺れたりなんなんだよ。あれ？でも元気そうに喋ってんな。なんかドロドロネバネバすんな。キャプテン。おおお、お迎えありがとな。え？大化け鏡がキャプテンじゃなかったの？は？こんな気持ち悪い奴と一緒にすんなよ。それにしてもアルフラン、無事だったか。それはこっちのセリフですよ。奴の体の中にいたせいか、少し匂うな。はい、ぐっせいですキャプテン。まあそのうち慣れるだろう。はっはっは。いや早くシャワーに入ってください。感動の再会なのに辛辣じゃない。だが、気にすることはない。このキャプテン周りがいれば、もはや。あ、そうそう、キャプテン。そんなことより、ワープドライブキーがないんです。ワープドライブキー？なんだって？あれがないと、ごっぱい生へ帰れないぞ。レミリアと昨夜も待ってるんだぞ。あいつらめちゃくちゃ腹すかせてるんじゃ。そういえば、奴の腹の中でこんなデータを拾ったんだが。あ、オリマーって人が書いてくれてる日誌ですかね。なんか、至る所に落ちてるんですよね。今日は鍵のような物体を拾った。お宝の箱を開ける鍵だろうか。それとも、何かを起動させる鍵だろうか。何にしても、ホコタテ製で待つ息子にちょうどいいお土産ができた。キャプテンオリマー。どうやら、この惑星には、我々以外にも高度な文明を持つ者がいるらしいな。その人物が拾ったという物体が、我らがドレイク号のワープドライブキーに違いない。息子のお土産になる前に取り返さないと。ということでやっと3人揃ったな。てかお前が持ってるそのトカゲの写真誰なんだよ。え？トゲカちゃんですけど、名前聞いてるんじゃねえんだよ。てか散々名前はさっき聞いたわ。私はトカゲ飼ったことねえっつーの。あ、あれ？おかしいな。おかしいのはお前の記憶なんじゃねえの。てかその生き物私も見た。何？って名付けたわけ？これはピクミンという生き物なんです。なんでかわかりませんが私たちを助けてくれるんですよね。え？てかそんな気持ち悪いのどこ持っていくの？これはピクミンを増やす餌になるんですよ。はぁ、あ、なんだかわかんないことばっかりだな。そしてこれは？これは我々の大事な食料源の果実です。マンゴーです。はっきり言うんじゃねえ、絶対守れよ。てかキャプテン、胃袋上がりでリーダーとか大丈夫っすか？何上がりみたいに言ってんじゃねえよ。少し腹は減ってるが問題ない。遭難者へ、雪原に誰かの人型を発見した。かつての私のような遭難者かもしれない。
このエリアは電気を帯びた仕掛けが多く、きっと困っていることだろう。近くにこれを埋めておこう。戻ってきて見つけてくれるといいのだが、キャプテンオリマー。キャプテンオリマーって我々のドライブキーを息子のお土産にしたやつじゃないっすか。この近くにまだいたりしないんですかね。てかこれどこに向かってるんすか。私が倒れていた場所を巡るツアーだ。しょうもな、巡礼巡りというやつだ。そんなん誰も興味ないっすよ。ほら見てみろ、ここが私の落下地点だ。なんかリアルに後ついてて気持ち悪いっす。気持ち悪いってなんだよ。気持ち悪いは気持ち悪いです。それにしても我ながらよく言っていたな。それは全員がそうですね。てかさっきのオリマーの書き置きによると、ここに何かを埋めてくれてたっぽくないですかね。もしかしたらドライブキーじゃないのか。息子へのお土産埋めますかね。お、何か見えてきたぞ。これピクミンの種っすね。キャプテン、こっちに何か埋まってたっす。お、でかしたぞ。お礼は今日のジュース一本で許します。いやお前何もしてねえだろうが。お、なんだこれは。ドライブキーでないことは確かですね。うん、これはどうしてこんなところに。とりあえずドレイク号に持ち帰って分析してみるか。キャプテンオリマー、謎なやつですね。はい、おーらい、おーらい、ご苦労ご苦労。って、これがオニオンってやつでピクミンの巣みたいなものなのか。我々が合流できたのもピクミンのおかげなんです。くっさい、足向けて寝ないでくださいね。くっさくねえ。いや今はくっさいかもしれねえな。お、ドレイク号から着信だ。回収した物体を分析します。うんうん、ドレイク号は相変わらず仕事が早くて感心感心。アンチ、エレキ、これは、宇宙服に帯電性能を追加する、アンダーウェアです。やっぱりオリマーが埋めていってくれたアイテムですね。そういえば、宇宙服のオプションで、そんなのを売っていたな。お、ちゃんと説明書もついているのか、探索メモに入れておこう。オリマー、我々のドライブキーを盗んだくせに親切にするとかわからんやつだ。でもこれでどんなに電流に触っても大丈夫になったんですね。よし、これで電気に触れても大丈夫になったぞ。じゃあ電流に突っ込んでみます。わざわざ。あ、やることないんだったら私に提案が。一応聞いてやろう。私が落下した第二現場巡りってのはどうです。却下。キャプテンの巡礼地巡りはしたのに。私今日戻ってきたばっかりで疲れてんだよ。明日だ明日。なんかそこに遠征生物がいるって聞いたんですけど。ますます明日だな。あれ、ピクミン何してんだ。あれマンゴー隊ですね。何してるんでしょうか。てっきりもう先に戻ってきてると思ってたが。あれ迎えに行ってあげないとまずくないですかね。ということだから巡礼地巡りは無実だな。そうですね、マンゴーの方が大事です。ここから近そうだったし迎えに行きましょう。お、新種の原生生物か。キャプテンしっかり頼みますよ。あ、なんかあの生物帯電してる。ちょ何回はピクダピクピクしてる。キャプテン集合かけてください。え、今の声ってましたね。あなた、違うんです。違うんです。帯電してるなんて気づかなかったんです。ごめんな、ピクミン。こいつちゃんと学んでるかな。おーおー、迎えに来たぞー。こんなところで足止めくってたんですね。うわ、まだあのでっかい原生生物もいたのか。日没になる前に早く持って帰らないと。は？なんか見えない壁があるんですけど。ピクミンが向こう側に行ってくれないですね。え？バグ？反対側に回った方がいいかもです。時間がやばいですよ。早く行きましょう。マンゴーが傷んじゃったら大変です。お、うまそうな匂いだな。そんなことよりも早く運ばないと。ここにまだ見えない壁があったら諦めるしかねえな。頼む、壁消えててくれ。あれだけのでかいマンゴー、何日分の食料になることか。お前それしかないのかよ。ないね。ちょっとマンゴー対応さないで。まだ持てる人数集まってないから。もう運び始めたピクミンは誰にも止められませんよ。笛で止められますけど。てか見えない壁も消えてよかったよかった。本日の業務はこれにて終了だな。いやあ、何日ぶりの食事だろうか。てか今日からあのジュース3人で分けるの？足りなくない？しょうがないですよ。我慢しましょう。なんだよ、私が戻ってきたらダメだったのかよ。いえ、キャプテンお帰りなさい。本日は日頃の疲れをゆっくりと癒してくださいませ。まずは再会の乾杯といきますか。お前はまず果実の分析からだろ。今日は回収してないピクミンもなし。それでは出発しまーす。新種の果実を回収しましたね。どんな味がするのか楽しみです。お、マンゴーの他にもブドウもあるじゃねえか。でもブドウ系は量は期待できないですけどね。マスカットは緑タワワだったが、今回は紫タワワなんだな。紫タワワ 100% を作るのは難しそうですね。お、綺麗な紫色だな。あ、やっぱり足りなかった。ではでは次はお待ちかねのマンゴーですよ。こんな南国の果実をこんな寒い場所で手に入れることができるなんて。お前マンゴー知りすぎだろ。設定守れって、新種の果実って言ってんだろ。話づくのみですって。これは 100% いけるんじゃないですか。いったー。マンゴー 100% ジュースなんて飲んだことねえぞ。楽しみでしかねえな。でも飲む頃には何のジュースだか忘れてるってオチですけどね。確かに毎回何のジュース飲んでるのか分かってねえ。お、しかも2本目完成しましたね。これからは1日分を3等分ですね。キャプテンの分は少なめに聞こえてますけど。はは、冗談ですよ冗談。それじゃあいただきまーす。
うまい。なんだかわかんないけどうまい。ふう、これだけあれば、しばらくは安心ですね。探索、7日目。4匹 P させてしまった。まあ次頑張ろう。誰だよお前は。さてと、日誌でも書くか。キャプテン、キャプテンはお疲れでしょうから私が書きます。え？いいのか？悪いな。ピクミンの活躍によって、2体目の巨大生物を倒すことに成功した。すると驚いたことに、中から僕らのキャプテンが出てきた。飲み込まれても生きてるなんて、さすがキャプテンだ。私も見習わなければ、でも臭いのはちょっと嫌だな。食料発見の報告をしたところ、キャプテンは嬉しそうに何度もうなずいていた。アルフラン、